雪渡りは宮沢賢治の創作童話。狐の原稿会に招待された子供たちと小狐たちの交流を描いた物語。1921年の12月と翌年の1月に愛国夫人誌に掲載された賢治のデビュー作である。賢治は本作で5円の原稿料を得たが、これは生涯に賢治が手にした唯一の原稿料であったと伝えられている。 なお、賢治は掲載された雑誌から切り抜いた本作に遂行の手を加えており、原稿の新、広本、宮沢賢治全集では、雑誌掲載版と、手入れは施された後の2種類の本文が掲載されている。一般に流布しているのは、手入れが施された後の本文である。雪の降り積もった日、郎と観光は野原に遊びに行き、 森で狐をからかう歌を歌っていると本当に狐がやってくる。狐のコンサブローが二人にキビ団子を勧めるが、監視がつい狐の団子はウサギのクソと出現する。それを聞いたコンサブローは気を悪くし、コンサブローは嘘つきは人間の大人の方であると主張し、それを説明するための幻灯会に二人を招待する。シローは兄も連れてこようとするが、 年齢制限にかかってしまうと断れてしまう。月の凍った夜、二人は、コンサブローとの約束を思い出し、出かけようとすると、兄たちに知られてしまう。事情を説明すると、別に止められることもなく、お土産に鏡餅を持って行けとアドバイスを受ける。二人が、森の奥に進んで行くと、そこは、キツネの小学校で、たくさんの小狐たちの中で約束通りコンサブローが、待っていた。 コンサブローは二人に挨拶をすると、間もなく、幻灯会が始まり、コンサブローが開会の辞を述べる。シローは、コンサブローのリーダーシップに感心してしまう。やがてスクリーンに、お酒飲むべからずと映し出され、ふとしえもんと制作がよって、野原で変なものを食べている二枚の証拠写真が映し出される。それから、幻灯会が中休みになり、可愛らしいキツネの女の子が、 きび団子を二人の前に持ってきた。二人は君悪い狐の団子を食べるのをためらい、再び気まずい雰囲気となる。しかし、四郎は、コンサブローが騙すはずがないと結論し、二人は団子を平らげる。団子は美味しく、狐たちは信用してもらいたことに感激し、狐の生徒はどんな時でも嘘はつかず、盗まず、染まないという歌を歌って喜んだ。 やがて、幻想会の後半が始まり、罠を軽蔑すべからず、火を軽蔑すべからずという2枚の狐の絵が写されて、幻想会が終了する。コンサブローは、素人観光に信じてもらえたことに触れ、狐たちは、誠実さによって、今までの悪い評判を消し去るだろうという閉会の字を、述べて、解散となる。兄たちが迎えに来てくれて、物語が終わる。この物語の主人公は、 白老少年である。白老は悪評高い狐の団子を味わってみて、初めてコンサブローの主張の正しさを知る。また、12歳以上お断りの幻想会は、狐や酒に酔った大人の失敗を描いた内容となっている。片幸観子の歌は、岩手県に伝わる古いわらべ歌であり、替え歌のバリエーションのやり取りによって、物語が進行する。 キツネに対する古い偏見を払拭するために、小狐ツネのコンサブローが、人間の子供たちを啓蒙しようとする姿が表現、されている。1994年7月16日公開。亀井義子三木新一郎菊池正美山内久美斎藤久美、ありがとうございます。